こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では僕が普段使っている私物のバッグとその中身をですね、皆さんにご紹介したいと思っています。僕は今日これから仕事なので、普段仕事で使っているバッグを持ってきているので、せっかくなのでこちらを使いながらお話ししたいなと思っています。僕が普段仕事で使っているのはこちらのバッグですね。去年購入しましたサンローランというブランドのレザー製のトートバッグですね。これをメインで使っています。僕はバッグというのは2つしか持ってないんですね。こちらとあとはクラッチバッグ、そちらもレザーのブラックのものなんですけども、その2つだけで回しています。というのもいちいちですね、こう荷物を移し替えるのも面倒なので、なるべく少ない数でバッグは回そうかなと思っています。でこういったちょっと大きめのものというのは、僕はノートパソコンですね、 Mac の13インチのものを入れるので、少し大きめのものを入れています。今日はちょっと入れてないんですけども、 PC が入るぐらいのサイズ感のものを基本的には持つようにしています。で大切なポイントが、たまに肩掛けもしますので、このハンドル部分が割と大きく取ってあるものの方が理想的かなと思っています。あとデザインですね、これも一度買ったらもう5年以上使うので、あまりこう奇抜なものだとか使いづらいものは選びたくなくて、その結果ブラックの色でなるべくシンプルなものがいいなって思うんですけど、なかなかイメージしてるものって見つからないんですね。ですのでこれももう1年ぐらい探してようやく手に入れたバッグになっています。これの気に入っている点というのは、デザインはすごくシンプルなんですけども、ちょっと変わっている点があって、見えますかね、実はよく見るとですね、イヴ・サンローランのロゴがですね、穴開いてるんですよね。パンチングでこう穴が開いてるんです。イヴ・サンローラン、ここら辺ですね。ここが気づく人は気づくんですけども、あ、これなんかイヴ・サンローランのロゴになってるんですねって言われることが多くて、さりげないポイントというところが気に入っているところかなと思っています。しばらくは使うかなと思うんですけども、こういう長く使うものには投資をするというのが僕内のルールなのかなというふうに思っています。で中なんですけども、どんなものを入れてるかと言いますと、まずこれですね。これ見えますかね。こちらはですね、ブリーフィングというブランドものなんですが、バックインバッグとしてこちらは活用しています。こちらともう一個ですね、バッグ、クラッチバッグがあるんですけども、中身入れ替えの面倒くさいので、基本的にはこちらに主要なアイテムを入れて、これだけを入れ替えればバッグを簡単に持ち出せるという形で、このバックインバッグ活用していますね。でこちらには何が入っているのかというと、開けてみると、長財布ですね。はい、これも最近、去年の年末かな、買ったやつですね。セリーヌというブランドのもので、僕はここのデザイナーがすごく好きなんですね。エディ・スリマンという方で、実は先ほどのバッグのサンローランというブランドもエディ・スリマンがいたから好きだったっていうのがあるんですね。最近このセリーヌというブランドにエディ・スリマンが移籍して、セリーヌというブランドを最近はよく買うようになりました。長財布はね、実は一昨年ぐらいまでは使っていたんですけども、去年はなるべくコンパクトなお財布で過ごしたいなと思って一回長財布やめたんですね。ですが、1年間運用してみて、お札を使う機会っていうのはまだやっぱりちょこちょこあるので、仕事では長財布持っておいた方がいいなということで、結局最終的に仕事用の長財布は復活をしました。こちらには最低限のお札とちょっとしたカードが入っているぐらいでコンパクトな形にしています。これも傷がつかないようにバックインバッグの中に入れるようにしています。そしてあとはこういう感じですね。スマホの充電器ですね。このアンカーのやつ、これがめちゃくちゃ使い勝手がいいので、スマホを激しく使う僕には必需品なのかなと思っています。そんな具合で、このポーチの中そんな面白いものは入ってないんですけども、あとはこういったミンティアとかね、こういうものがあったりだとか、ペンですね。もうペン、なぜか知らないですけど、こう筆ペンが好きなんですよね。こういう筆ペンが好きで、なんかちょっとしたメモの時にもうこれで書くことが多いですね。はい、こんなものとかが入っています。あとはですね、こういった小銭入れと名刺入れなんかも常に持ち歩いています。こちらは何度か動画でもお返ししたことがあるんですが、去年1年間ですね、運用したコインケースなんですね。去年はこれメインでお札まで全部入れていたんですが、今は小銭ですとかちょっとしたカードが入っている形になります。これはサンローランですね。バッグと同じサンローランというブランドものです。でこちらが名刺入れですね。これはもう7年ぐらい使ってるのかな。ベルルッティというブランドのもので、こういった名刺入れもなかなか買い替えるものではないので、ちょっと奮発して買おうかなと思ったものなんですね。こちらは靴のブランドのもので、
靴を買おうとするとここだともう20万円超えるので、なかなか靴は買えないので、まあ、せめて名刺入れっていうのでトライしたいなということで買いました。カリグラフィーといって、こうアルファベットの文字がですね、こう刻み込まれているのがこのベルルッティの特徴なんですね。ちょっとムラ染めしてあって、色の濃淡なんかも楽しめるのがこのベルルッティの良さかなと思っています。お店に行くとですね、ちゃんと磨いてくれますし、あとは色なんかも入れてくれるので、まあ、定期的にお店の方に持っていくようにしています。まあ、こういったカードケースが2つ入っている形ですね。はい、あと電化製品ですね。別にアップルのファンというわけではないんですけども、iPad mini、これケースなしでそのままぶっ込んでるんですけども、これは入れています。お客さんとお会いする際には、まあ、ここに画像が入っていて、お客さんにいろいろスタイルをご提案するときにこういったものを iPad を使ったりだとか、あと僕は通勤時間でですね、この iPad を使って、Kindle で本を読むようにしています。まあ、スマホをなるべく見ないようにして本を読むような時間を作るようにしています。で、 iPad ですね。あとこれですね、最近買ってめちゃくちゃ便利だったのが AirPods Pro ってやつですね。まあ、イヤホンなんですけども、まあ、これは僕にとっては3代目のこういったワイヤレスのイヤホンなんですね。まあ、開けてみるとこんな感じなんですけども、インイヤー式のイヤホンになっていまして、これまあめちゃくちゃいいんですよね。耳の中入れると、ノイズキャンセリング機能があって、周りの音がですね、だいぶ消されるんですね。なのでこれ入れてるだけで結構静けさが得られるので、ものすごく活用していますね。これを耳にしながら音楽を聴くこともなくですね、ノイズキャンセリングして iPad で本を読むというのが僕の中での通勤時間の使い道かなと思っていますね。非常にこれが使い勝手が良くて、値段も安くはないんですけども、これは静けさを僕は買うという意味ですごく重宝してるかなと思っています。もし iPhone 持ってる方はぜひこれを試してみると良いかなと思っています。で、最後ファイルですね。この A4 のファイルみたいなのを持ち歩いていて、僕はカウンセリング、お客さんに会ってお話しする時にもこういったファイルは必ず使うんですけども、このファイルの中には真っ白い A4 の紙ですね、これが入ってます。ここにさっきの筆ペンでいろいろとメモをして、お客さんの状況だとか、どんなアイテムを持っているのかなんかを書き出したりしながら整理をしてるんですね。まあ、白い紙と筆ペンがあればもうアイデアはめちゃくちゃ出てくるので、ノートよりはこういう気軽に書けるような A4 の用紙の方が僕は愛用しています。はい、まあ、こんな具合ですかね。僕が仕事に持っていくのはこれぐらいなもので、 iPad の代わりにノートパソコン、 Mac を持ち歩いたりすることもありますが、まあ、基本的にはこのバッグの中にしっかりと詰め込めるようになっているので、非常に便利かなというふうに思っています。僕はこういった小物関係にはある程度投資をするようにしてるんですね。というのも、ファッションの服とかはある程度トレンドがはっきりしていて、 3,4 年経つとやはりガラリと雰囲気変わってくるんですが、バッグですとか財布ですとか名刺入れに関しては影響を受けにくいんですね。ですので、こういうものは長く使うというところを前提にして、少しいいもの、背伸びをして買うようにしています。そして、まあ、定期的なメンテナンスをしながら使うとかなり長く使えると思うんですね。定期的に買い替えるっていうのは選ぶ時間も大変だし、なかなかこうそこまで神経が回らなかったりするので、ちょっといいものを長く使った方が時間的にも効率がいいかなと思っています。ですので、皆さんもこの動画のシリーズを見ながらですね、服はなるべくユニクロですとか、いろいろコスパのいいブランドがありますので、そういったものを使いながらなるべく予算を抑えていただきたいなと思う一方で、小物にはですね、ちょっと背伸びをした投資をしてみることもお勧めしたいなというふうに思っています。ということで、僕はこれから仕事に向かいたいと思います。皆さんも素敵な一日をお過ごしください。以上、スタイリストの大山俊でした。それではまた。